ハヤとマイは、皇室に、ゆかりのある宮中の儀式用の風俗株、大上祭などで、南九州の大隅国、薩摩国に居住したハヤトが演じた、風俗株で、両政では、エモ門の府に、兵部省へ遺憾のハヤト氏で強襲された。アスカ、奈良時代、南九州の薩摩、大隅地域の人々は、当時の律令政府により、犠牲的な加害の民として扱われ、 ハヤトと呼ばれた。ハヤトは、日本初期巻期、第29によると、7世紀後半にあたる天武朝11年7月に、ハヤトふさに来て、宝物を貢ぎれり、税の日に、大隅のハヤトと、あたのハヤトと、朝庭に、相いなぐる。大隅のハヤト勝ちぬとあり、この時に正式に、大和政権への復属の意思を示した。そして、6年交代で上京し、 犬の鳴き声のような吠え声で、工具右衛門のの俊語や、行行の護衛を行ったとされる。また竹笠、畜線の造作などのほか、服属の意を示す、下部の教習を行いつつ、早戸舞を設恵に演じた、と言われる。その後、早戸舞は、宮廷芸能と化かし、また番上早戸から今来、早戸の演じる者へと移行していった。演技式によると、断金二人、水滴一人、 劇、桃子4人、拍手2人、歌2人、舞2人の13人で演じられたらしい。舞については、早との祖と伝えられる、穂出りの命、海幸彦が海水に溺れる様子を映したものであり、滑稽、モノマネ的な芸とする説のほか、戦闘株とする説などもあるが、中世に耐えているので芸体は明らかでない。霊集下職員令では、 ハヤとという名は吠え声によると返しているが、僕は、今より以後、何時命の昼夜の守護人となりて、使えたてつらむ。ゆえ、今に、至りまで、そのの溺れし時の手術の体、絶えず使えたてつるなり。今より以後何時の俳優の民たらむ。こう、世音活へ、我すでに誤てり。今より、伊予は、我が子孫の八十連続に、久しに、何時の俳人とならむ。 一に曰く、犬人という。う悲しびたまえ我、身をけがすことこの名ごとし。久しに、何時の俳優者たらむとマウス。すなわち、足を上げて、闘業を見て、その出来苦し美史上を学ぶ。はじめしを、足につけくじには、足裏をす。膝に至るときには足を曲ぐ。股に至るときには走り回る。腰に至るときには腰を文句。 脇に至る時には手を胸に置く。首に至る時には手を上げて、表を手のひらす。何時いるまでに、かつて廃絶なし。という早戸舞の起源説話があり、テンポの早い林をする人の意で、早戸と名付けられたとも想定される。古代株のものと同じかどうかは不明だが、鹿児島県霧島市早戸町の鹿児島神宮では、旧暦8月15日の法上会には、早戸舞が行われている。 また、京田辺市、大隅の月独神社には、早戸舞発祥の日があり、毎年10月14日の周期礼祭よい宮に、奉納されている。大隅早戸舞は、昭和50年12月19日に、田辺町指定無形民族文化財第1号に指定された。ありがとうございます。